畑栄太郎から1930年5月31日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍大将。十三味く一等高五級。日露戦争出生直前の畑兄弟左が春独、右が栄太郎玉霊園にある栄太郎の墓福島県出身。藍津藩士、警察官、畑農県の長男として生まれる。東洋英和学校。 三井銀行勤務を経て、陸軍士官学校入校。1896年5月、7期、不評家を主席卒業。翌年1月、陸軍少尉任官。1903年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。この F 票、第二連隊中隊長を経て、日露戦争には、第一軍兵隊副官として、出生、同兵隊参謀。 王力皇軍兵艦参謀、大法に参謀を務める。参謀本部員、参謀本部付、イギリス大使館付部官補佐官、インド中東部官、欧州市長、陸軍省軍務局軍事課員、不評第56連隊長、軍事課長などを歴任し、1920年8月、陸軍省省に進級。航空局次長、軍務局長を経て、陸軍中将に進級。 陸軍次官、県軍次調査委員長、第一師団長を歴任した。1929年7月、関東軍司令官となり、超作林爆殺事件後において、畑の手腕が期待されていた。しかし、翌年5月1日、陸軍大将に進級後、現役のまま旅順で死去した。公式には、病死と発表されたが、何者かによる毒殺説も存在する。 地消会会員。漢方大戦53号、違法官庁事項管理公共即居死去1930年7月4日。歴代陸軍大将全乱、陸軍大将略歴 P15、漢方大182号、除任及び、事例1913年3月11日。漢方大戦123号、除任及び、事例1916年5月2日。 漢方第2434号、除任及び、事例1920年9月11日。漢方第3728号、除任及び、事例1925年1月28日。漢方第602号、除任及び、事例1928年12月29日。漢方第1499号、付録。 事例2931年12月28日、ありがとうございます。